皆さんこんにちは、みおりんです。今日はちょっと短い動画をほぼノー編集でちょっと作るかなと思って、一個だけ言いたいかなって思ってることがあるので今動画を回してます。っていうのが最近ね、よくご相談とかコメントでいただくことがあるんですけど、それ何かっていうと、最近受験も近づいてきて、プレッシャーとか不安で眠れなかったりとか、そういう不安がゆえにやる気が出てこない、今までできてたことできなくなっちゃったりとか、自己嫌悪にそれで陥ってしまうみたいなご相談をいただくことが増えてます。で、これについてね、がっつり扱おうってなるとちょっと私も時間とかが必要になっちゃうので、ちょっと今は個別の答えしかできてないんですけど、一言だけ言いたいなと思ってるんだけど、言いたいのは、みんな不安なんですよ。本当に私も受験の時ずっと不安だった。それは大学受験でいうと、私2回東大を受けていて、1年目は本当にね、 D 判定 E 判定っていう、もう絶対受かんないだろうみたいな成績で、その時も不安だったし、その次の年 A 判定をちゃんと取ってて、受かるだろうなって思われるような次の年ですらすごい不安だったの。だからね、本当にみんな不安なんですよ。自分だけって思わないでほしいし、なんなら不安をみんなで分かち合うじゃないですけどぐらいの気持ちでいいんじゃないかなって思うんですね。で、あと自己嫌悪に陥っちゃうってことに関してはめちゃくちゃ気持ちわかるし、なんなら私も今ね、毎日自己嫌悪なんです。実は不安と自己嫌悪に苛まれる日々を現在送っておりまして、やりたいこととかやらなきゃいけないことが全然回んなくて、なんでこんなに自分は不器用なんだろうとか、なんでこの下手くそなんだろうなって思って、すごい自分を責めてしまったりとかするんですけど、でもだけどね、人に迷惑かけるのは良くない。私もちょっと迷惑かけちゃってるところは本当に申し訳ないなって思っているんですけど、勉強が手につかないとかそういうところで自己嫌悪に陥るのはちょっと違うかなと思っているというか、もったいないというか、勉強ができないことは全然悪いことじゃないんですよ。私はYouTube とかブログとかで勉強が楽しくなる方法みたいなのを発信させていただいていて、勉強が得意になる必要は別にないと思ってるんですね。成績優秀者になる必要も別にないし、いい学校に行く必要も別にないと思ってます。もちろんそれが自分の人生にとってプラスであればその方がいいと思うんですけど、勉強ができることそれ自体には何の価値もないです。なぜなら勉強だけができても何の役にも立たない、人の役に立てないこと、自分の役にも立たないこと、そんなものは何の価値もないからです。で、じゃあなんで勉強するのっていうと、学ぶことそれ自体って私はすごい面白くて素晴らしいことだと思っていて、自分の世界が広がったりとか、それによって誰かの助けになったりとか、あと普通に単純にね、新しい世界が開けるんですよ。引き出しが増えれば増えるほど面白い人と出会えるようになっていきます。そうするとどんどん面白い世界が広がっていくのね。そういう意味では学ぶことはずっとしてほしいんですけど、でもだからといって勉強ができない自分、勉強が手につかない自分は価値がない、価値が低いって思う必要はないと私は思ってます。なのでまず一旦自分を丸ごと受け入れてあげて、勉強ができていようができていまいが、あなたはとても価値がある人だし、あなたは素晴らしい人です。なのでそれをまず忘れないでいてほしい。でその上で、勉強できた方がいいとはもちろん思うので、私の動画で勉強のやる気が出る方法の動画とか、この辺出せるかな、この辺に出してる編集しないとか言ったのに、はい、こういう動画とか、別に他の YouTuber さんでもブログでも何でもいいですけど、やる気が出そうだなって思うものを見つけて、それを活用してやっていくのがいいんじゃないかなって思います。で、せっかくなのでこの動画を見て今いただいていると思うので、この動画が終わったら、ね、YouTube のアプリを消してというか、スワイプですかして、勉強をしましょう。私も今から勉強をしようと思っています。なので今から一緒に頑張りましょう。手が出なかった。頑張りましょうかな。私これ誰の役に立つ動画になったのかちょっと分かんなくなってきちゃった。まあいいや。では近いうちにまた動画を出しますので遊びに来てくれたら嬉しいですっていうのと、土曜日10月の17日のですね、午後の2時からスタディーウィズミーの生配信をしようと思うので、一緒に勉強できたらいいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。